ちょっととりあえず液がどれぐらい、また今度見てみましょう。うわ、まだまだやってるよ。撮影できません。状態でお待ちください。撮影できません。状態でお待ちください。撮影できません。状態でお待ちください。すごいな。ずっと運転感なんか対応してますもんね。おほうほう、あ、技術販売ここなんだ。なるほど、なるほど。これ有事ですよね。あ、あれ太陽4号ね、あそこに止まって待ってんだ。16時台までか。すごいですね。座ったりできる場所がないね。うわ、もう列もすごいわ。よし、いいこと思いついたな。これは物質販売は100分完売し次第終了となります。あらかじめご了承ください。この感じだと簡単に100人いっちゃいそうですね。すごいな。ほうほうほう、なるほどね。あ、でもせっかくやからグッズもちょっと買っておきましょうかね。考えてみたら結局何も物販系のやつ何も結局書いてませんからね。朝の8時から来て起きながら。はい、グッズ販売の最後尾はこちらです。あ、並んで買っとくかな。そういや何も買ってなかったな。あ、でもすごいな。あ、そうそうそう、考えてみたら朝一からね、水間鉄道の運賃は払って、しかも間違えて小児運賃を買ってしまって、余計に、ね、お錠剤をくべてですね、これあれ投資ですからね。そう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 、あの寄付みたいなもんですからね。そう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 、ね、わざとですからね。そうそう、ああいう寄付守るよってね、とかもやりましたけど、結局グッズ全然買えてなかったですかね。そっから、再販が出とったんでね、買ってきました。やったやった。いやーすごいな。それにしてもすごい人やな。とりあえず水間鉄道いろいろ撮るぞっていう企画は明日に回そう。あれ明日撮っといてよかったな。いやすごいですね。明日午前中の近畿だと回って、また四日市に帰ってきましょう。いやこの提供っぷりをね、このままちょっと、市役所の方に送って、ね、アスナロ鉄道もね、ゆかりがないわけじゃないですか。この前あの貸し切りね、電車走らせてましたからね。このゆかりをね、うまいこと使ってね、ちょっと四日市アスナロ鉄道も買っていこうと思います。とりあえず、すごいな。おっととか、いやすごいすごい。何がすごいって3時ぐらいからずーっとやってますよね。いやーこれ若くないとできないぞ。万が一うちが10万人になってもね、こんなエンテカの中でようやりませんよ。いやー
怖いですね。まあ言うて仕事で言うてでも炎天下じゃないですか、40度くらいのところでね作業したりしてますから、まああれなんですけどね、うん、でもこれ台車とかもすごいね、昔のあれですよね。さあとりあえず買うものを買いましたし、あと1時間ぐらいあれに時間がありますからね。これ多分どっかで列打ち切りなのかな、もう5時までずっとやるのかな、これすごいな。とりあえずあれですね、あ、宿の場所とかも確認したいんで一回あれですね、あ、西園寺うどんは無事売り切れたのかな、これ、あ、コラボうどんもあるんだ、あるんだ、すごいね。いや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 、中も見ましたし、一応一通り回るのは終わりましたからね、なんやかんや言いながらも。すごいなぁ、ずーっと対応して全然列切れないもんね、どうしような。5時前の電車も多分これは混むんでしょうね。すごいなぁ、どっか怖いけえな、はあ、あと何分で5時だ、今何分だ、4時10分か、まだ50分あるか。よし、まだちょっとちょっとあれですね、大久保あたりでちょっと待機しましょうか。 あそこが一番涼しく過ごせそうですからね。ちょっと いくらなんでもね、あの座るところがないですからね、言うてまあまあきついんですよね。よし、確かここ曲がったところに先に大久保がありましたからね、ちょっとそっちで休もう。そうですね、これ多分一番進めるのがそこですね。よいしょ、さっきね観音様ねパッとオーバーランして見た時に大久保が見えましたからね、はあ、ちょっとあそこで、あ、あれはダイソーもあるし、ちょっと水分調達がてら買ってきましょう。いや今日歩いたよこれ、言うて相当歩きましたからね。あとなんか玉ねぎ干してる家多いの何なんでしょうね、淡路島近いかな、何ですかね。海渡ったらすぐですからね淡路島、昔から水運でも配られてくるでしょうし、あ、昔って言っても玉ねぎって栽培が始まったのが明治ぐらいからの話ですからね、実はあそこからの野菜なんですよね。逆にレタスの方のが古いんですよね。レタスはね確か平安時代からねすでに入草という名前でね、あの実は栽培がされていたよっていう記録が、平安京のね、なんか文章とかにね残ってるらしいですからね、名前からいくと玉ねぎの方がね昔からある感じ、そんな感じですけど意外とそうでもないってことらしいです、あ、大桑が見えてきた、あ、いや大桑でちょっと涼もう。よし、トイレも借りたいし、何より大桑やったらね水安いでしょうからね、助かります、住めるときもやめるときもね、お手頃価格で売ってくれますからね。で、渡って渡らなあかんのか、ちょっと大変やけど、ぐるっと回らないとダメなのかな。よし、はあ、すごい面白い橋ですね。はあ、すごいね、鶏肉専門店多いですねこっち。さっきのところにもあったし、ここなんて大桑の真向かいで鳥屋さん専門店で
やってきるんですから、やっぱそれなりにやっぱいいんでしょうね。不思議ですね。あの街中にある古い鶏肉屋さんは焼き鳥の串打ちをするっていうんでね、それで結構あの夜のお店のに串打ちしてね、採用って流すとそれがね、いい価格で売れますよっていうのがあるんで、まあ、それが収入に原理当てるよっていうケース多いみたいですけど、そういった郊外でやるのはすごいですね。でもやっぱこっちはモータリゼーションな感じはモータリゼーションな感じなんでしょうね。だいぶこっちの車通りはすごいですもんね。さあ大久保に寄りましょう。そうですね、何も支えるものがなく完全に突っ立っている歩道っていうのも、歩道の信号というのもすごいですね。よっしゃ、よし、じゃあちょっと大久保で休もう。まあちゃんと買い出しもしますけどね。よいしょ。